やれやれ、また来てください。なにしよう、やめんちゃうよ。 お父さんがご飯作ってくれるんだと。認知症になった母を90代の父が支え、二人で暮らす物語。それにはこんな続きがありました。今年よろしくお願いします。お願いします。動きますから、お願いします。あ、お父さん、お父さん、下じゃん。母が脳梗塞で倒れたのです。ごめんね。直子が帰ってきて一緒に介護しようか。なんだ、働ける間働いてもええよ。親のことそがねし心配せんでもええよ。60年連れ添った2人、娘の私も知らなかった強い絆がありました。お母さん、誕生日おめでとうございます。88歳。パパじゃ。離れていても心は一つです。おかえり、おかえりやね。ありがとね。わしも、いい女房もろたが持ちおります。